こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ファンシーコンダクト、コースタート、アルダントーフ、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してファンシーコンダクト花に立ちます。その後ろからはアルダントーフ、この馬も上がっていく構えです。さらにはシャープダビー、6番ウィッシュロック、その後ろ。それでは先頭からアルダントーフ先手を取りました。内からはファンシーコンダクト、インティカブ、そのうちに続いています。内からはウィッシュロック、さらにはシャープダビー、その外にノットアップ、その外からキャッスルアンドレ、内からはキャッシュタウン、その後ろからはハワイアンジェネラル、その外にクイックスパーク、並んで12番ロッキーデイム、内からはフェアリーキングプローン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前に戻りましょう。なんと先頭はブラックホーク、これには場内からも歓声が上がります。先頭は依然としてブラックホーク、ブラックホーク、さらにリードを広げます。インティカブ、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ブラックホーク先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 ブラックホーク先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はインティカブ、ブラックホーク1着、ブラックホーク完勝、ブラックホーク1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックホーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。レイクキャスター、前に行きそうです。ハイジュニアス、それに続いています。さらにはキャッスルエクスプレス、4番アウトオブビーナス、その後ろ。サーガガリバー、後ろからになりそうです。では前の方から。先手を取ったのはレイクキャスター、すぐ後ろにアウトオブビーナス、その外からキャッスルエクスプレス、内からはクリアエクセレント、黄色の帽子デイリズム、その後ろ。内からはウィンドナイン、並んで3番アイスタイアフェア、ピンクの帽子メテオサンクス、その後ろ。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。カテーラ、先手を取りました。少し間が空いてレイクキャスター、青の帽子ハイジュニアス、その後ろ。すぐ後ろにマウンテンバレー、並んで14番キャッスルエクスプレス、内からはパーソナルアイランド、さらにはダリアバ、その外にデイリズム、ピンクの帽子メテオサンクス、その後ろ。後ろからの競馬になりました。フサイチエアデール、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。アイスタイアフェア、すぐ後ろ。黄色の帽子シェリルロック、その後ろ。先頭は依然としてカテーラ、パーソナルアイランド、ほとんど差がありません。レイクキャスター、3番手フサイチエアデール、いい位置です。さあここからどうか。カテーラ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はパーソナルアイランド、懸命に追いすがります。フサイチエアデール伸びてきた、ここから勝負をかける。アウトオブビーナス頑張る。カテーラ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はアウトオブビーナス、あと 200m、 カテーラ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。残り 100m、 カテーラ先頭、レイクキャスター抜けた、ウィンドナイン迫る、ウィンドナイン、ウィンドナイン1着、2着にはどうやらサイチエアデール、勝ったのはウィンドナイン、見事な勝利です。We'll be right back.
こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グロリーコマンド、これはいいスタートを切りました。キングスウォリアー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグロリーコマンド花に立ちます。その後ろからはストラテジックチョイス、この馬も上がっていく構えです。さらにはキングスウォリアー4番ピアシャルマン、その後ろ先頭に戻りましょう。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはフライングリオン、キングスウォリアーすぐ後ろ、これに続いてピアシャルマン、並んで15番ストラテジックチョイス、好位置をキープしています。カワチボール、その隣にカリスマボールド、すぐ後ろにグロリーコマンド、さらにはジム&トニック、その外にタイムリーキャロル、ブルーアンジェロ、そのうちに続いています。青の帽子ボルジア、その後ろ先頭は依然としてフライングリオン、ストラテジックチョイス、ほとんど差がありません。キングスウォリアー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。フライングリオン先頭、ストラテジックチョイス先頭、2番手はフライングリオン、追いすがります。カワチウォール伸びてきた、ここから勝負をかける。ジム&トニックいっぱいになった、残り 200m、 ストラテジックチョイス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はジム&トニック、ストラテジックチョイス、ストラテジックチョイス1着、2着にはどうやらジム&トニック、勝ったのはストラテジックチョイス、見事な勝利です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭変わって輝きローマン、輝きローマン粘り込みを図ります。カワチシュール迫る、輝きローマン、輝きローマン1着、2着にはどうやらカワチシュール、これが G1 馬だ。輝きローマン、さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはバトルライン、残り 200m、 一気に後続がやってきた。先頭はバトルライン、バトルライン先頭、2番手はアブクマポーロ、先頭はバトルライン、1着でゴールイン、バトルライン1着、2着はアブクマポーロ、見事に勝ちました。バトルライン、アブクマポーロ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
府中の芝2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のレッドチリペッパー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アニートーク好スタートを切りました。ハイキプリムラ、この馬も好スタートを切りました。エトワールチェンジ、前に行きそうです。アニートーク、それに続いています。さらにはハイキプリムラ、3番クリアオミスワーキー、その後ろ。では前の方から見てみましょう。アニートーク先手を取りました。その隣にハイキプリムラ、その外にノーブルターン、イージーエトワール、そのうちに続いています。その隣に北サンアラート、好位置をキープしています。クリアオミスワーキー、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のクリアオミスワーキー現在先団です。では前の方から見てみましょう。エトワールチェンジ先手を取りました。その隣にイージーエトワール、その外にアニートーク、黄色の帽子ノーブルターン、その後ろ。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはエトワールチェンジ、すぐ隣にファインエトワール、メジロストリーム、すぐ後ろ。その後ろにイージーエトワール、その隣にハイキプリムラ、並んで9番ノーブルターン、黒の帽子クリアオミスワーキー、いい位置につけました。ここでメジロストリーム先頭に変わりました。エトワールチェンジ、ほとんど差がありません。ハイキプリムラ3番手、クリアオミスワーキー、これはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。メジロストリーム先頭、差はほとんどありません。2番手はイージーエトワール、先頭を捉えるか。さあクリアオミスワーキー一気に来た。梅のファイバー頑張る。ここで先頭はエトワールチェンジ、残り 200m、 先頭はエトワールチェンジ、イージーエトワール必死に追いすがります。エトワールチェンジ粘る、一気に梅のファイバー、梅のファイバー、梅のファイバー、1着、2着にはどうやらイージーエトワール、鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは梅のファイバー。